ロ担当研究生の塩塚愛菜です。はい、オレンジ色担当研究生の吉川芽衣です。私たち赤プラネットです。よろしくお願いします。はい、それでは最後に告知をさせてください。はい、9日金曜日は所属のさんとのツーマンライブが888であります。ぜひ来てください。イエーイ。はい、12月11日はベイサイドホールさんで2部制のライブがありますので、ぜひ来てください。お願いします。お願いします。はい、そして本日からおしめに乾杯パーカーが販売されました。イエーイ。はい、8000円で2ショット、1着8000円で2ショット席が5枚ついてきます。先着10名様なので、みんなお早めに注文してください。お願いします。はい、そしてですね、12月24日は私のがバースデーライブが一部インドさんで行われます。はい、そしてその後ね、2部は私江ノ宮エマのダッシュアタランって入って2回目の生誕祭を行わせていただきます。イエーイ。あの、解禁が明日になってるのね。ゲストさん、あ、言っていいですね。あの、ゲストさんまだ解禁、ゲストさんとかが明日解禁されるので、24日ね、昼も夜も私たちに時間くれたら嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、そしてですね、あの、今日の19時からこちらのイヤマジでのミュージックビデオが解禁されました。イエーイ。今さっき見たんですよ、 YouTube、 20回再生されてます。おお、早いですな。あの、目指せ2万回再生なので、はい、ぜひ皆さんいっぱい見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それではまだまだ楽しんでいってください。それでは以上、私たち赤